それでは政務に関する質問をお受けしたいたします。読売新聞の山本です。維新の代表選に関連して、明日特別党員の投開票が行われて、一般党員については今日投票が郵送の筆着で、締め切られます。で代表選についてはその関心度が低いんじゃないかというふうな指摘もあります。でこの点についてこの14日間の論戦というのを副代表はどのようにご覧になっていたか教えていただけますか。参候補の演説、外部演説会、それから討論会、ネットで行われましたけれども、これも僕自身も直接見て、僕の一票を誰に投するかという判断をしました。これ盛り上がってるかどうかっていうところについてはなかなか評価が難しいとは思いますけどね。党員の皆さんが判断できるだけの演説会であったり討論会、これは行われたというふうに思っています。なので明日は一般党員の皆さんの結果、それに組織としてはそれに従う、そしてそれに基づいた結果の中で明日結果が出るわけですから、一致団結して党としてまとまって前へ進んでいくということが重要だと思います。盛り上がりまでは評価が難しいです。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは知事か、コミュ次第終了いたします。